皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日の2024年、5月22日、11時55分、ゴジラマイナスワンの、関係者の方たち、特に、スタッフの方たちや、一般人の、ご覧になれた方たちへのメッセージなんですけども、まあ、こう近日、見させていただきまして、見事に、作っていただけたなと、そう思っています。そのゴジラの、光線、まあ、レーザーのようなものですね、それを原爆に見立てて、で、その戦時下でしたから、日本全国、沖縄、本州、四国、もちろん四国、九州とか、すべての地域含めて、まあ、空爆があったのは、絨毯爆撃等があったのは、トータルすると何百という数になります。で、その、まあ、旦那さんを亡くされた、その、幼い子供を連れた母親、そして、その、戦地から一時日本に帰還した、一時というか、まあ、終戦後を描いてますけども、その、帰還して生き残れた若い、元兵士さんが、まあ、そういった人と、まあ、遭遇する、まあ、赤子をベンチにこう置き去りにしてるようなシーンだとか、実際にその当時にあった逸話とかをこうブレンドしながら、それをゴジラとして、表現してるわけなんですが、まあ、その辺の話は二十歳ぐらいの頃、僕とか、まあ、知り合いのもので、まあ、言ってましたね。その時、まあ、どういうような勢いで言ってたかは覚えてはいないんですけども、まあ、そういったことを覚えてくれてる人たちとかが再現して、まあ、名前の方も実際にそういうふうな、まあ、実際その赤子は、その母親が、ちゃんと、自分の手元に、ちゃんと、すぐに、抱きかかえるんですけども、その兵士さんもその赤子を渡されてるんですよね、急に。でその赤子を急に渡されて、自分にどうしたらいいんだっていうような状況になって、こっちだって困ってるっていう状況で、一瞬そのベンチに置き去りにして、その場を立ち去ろうとしたりするんですけども、まあ、また戻ってきたりとか、ああそういうようなことが本当に戦後直後の頃はあったんだろうなっていうのが描かれていて、まあ、そのいろんな話をこうしていた時に、そのゴジラが再生するような細胞だとか、そういうふうなものを持っていて、だから強烈な威力の熱光線を、放つことができるだとか、だけども、再度、撃ったら撃ったで自分も、まあ体がボロボロになると、まあ、ある種どこかスポーツの勝ち負けと似てる部分があるのと、あと、そのそういうとんでもない生物をどういうふうにすれば、まあ、退治できるのかっていうことで、その海底まで、沈める。で、表現されたのは1800メートルでしたっけ、海底。
石油などの採掘してる今のところ、その一番深いところと一般的に、もうだいぶ前から言われてるんですけども、一番深いところは、もう何でも前からですよ。1800メートルっていうことで、まあ、そこで採掘をされてるっていう、その同じ深海のところまで、ゴジラを、沈めてしまうという作戦ですね。で、もともと潜水艦とかでも、その、もちろん強度とかにもよるんですけども、あんまり深いところに行こうとすると、潜水艦が爆縮といって水圧に負けて、要するに上からものすごい水圧がかかってるんですよね。で、へしゃげるんですよ。中に空洞がありますから、まあ、周り金属ですけども、金属の中に空洞があるっていう形ですから、潜水艦。もちろん空気入ってますよ。だからある程度、その、へしゃげた時に、その空気とかが漏れなければ それ以上曲がらないんじゃないかとかは頭の中で連想するかもしれませんけども、すごい水圧がかかって金属がへしゃぎ始めた時に配管とかが折れるから、いろんなところで故障が起きる。じゃあ空気が漏れ出す、外部に。そしたら一気にそのまま空気が抜けた分だけどん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 へしゃげていく、圧力に負けて。だからまあそういうふうな発想でゴジラを海底に沈めるっていうような形で描かれてまして、周りにその、まあボンベで、名称は何だったか忘れましたけども、周りでその気泡を出すことによって、浮力をなくさせて、海中に沈めるという考え方ですね。で、まあ、もともとゴジラのストーリーがそうだったのかもしれませんけども、そこまで昔のものは描かれてたのかどうかはわからないんですけども、昔のものは僕見たことないんですよ。で、その特攻を仕掛けて、まあそういうことは20歳ぐらいの頃言ってましたね。その最後、それでもゴジラが海底に沈んでも、それでも浮き上がってきたらどうすると。まあもちろん映画の中では自分たちで浮き上がらせようとしてるんですけども、まあそのまま沈んでおいてもらったらよかったっていう部分もあるんですけども、まあ続編のことを考えてなのか、まあまた引き上げるような形になってるんですけども、その、機関兵の人は結局、特攻を仕掛けるという形ですね。その以前ゴジラと戦った時に機雷を口の中に、加えさせた時に、爆発させた時にゴジラにその大きなダメージを与えられていたと。ただしその細胞が再生されていくんですね。なので、そういうふうに頭部を吹き飛ばしてしまえばという考え方ですね。で、それで、まあ、一時的に、まあ、ゴジラを、倒して、で、まあ、その、だから昔はその、日本の航空機、どこからどこまでが本当の話というか、まあ僕がはっきりした話を記憶で、そのテレビのニュースとかで、報じしてないだけで、その当時に本当にその脱出装置があったのかなかったのかどうかわからないです。そのパラシュートというものがあって、その数が足りていなかった話が混ざり込んでいたのか、それかもともと、その、航空機というものに、その第二次世界大戦の頃に、パラシュートで脱出するという発想がなかったのか。だけどもそのゴジラへの特攻で、脱出装置があってパイロットの人は生き残れてるんですね。だからその辺のところは、
どうかこう救いのある話であると。でこの話は宮崎駿さんの築き上げたスタジオジブリさんのその「君はどう生きるか」という作品ともう2つで1つの部分があるんですよ。第二次世界大戦やもっと前の第一次世界大戦っていうものは資源の奪い合い、要するにエネルギーの残存量問題なんですね。でもともと第二次世界大戦が始まってしまったきっかけっていうのはその第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の頃にその日本は国連の前の国際連盟に加入してたんですよ。アメリカさんは加入してなくて、まあ片や日本とアメリカは日米野球で仲良くしていて、でイギリスさんたちの方からその言われたのが日本海軍力を、縮小してほしいと、軍艦の数とかを。まあその当時の日本人の人たちがどれぐらい英語に堪能だったかわからないですよ。っていうのはその 黒船が来航した、まあ、ペリーさんという方が初めて日本に来たのが、まあ、江戸時代の頃じゃないですか。で、まあ、文明開化が明治維新と言われていて明治時代の頃であったと。でその頃にそこまで正確な翻訳機と翻訳機じゃなくてその翻訳をした辞書があったかっていうとそうじゃないと思うんですよ。だから相手から言われてる内容がそのエネルギーの残存量問題とかそういうふうなことがいまいちよく分かってなかった。で、かたやイギリスの人たちやヨーロッパの人たちがしてることは植民地支配だったわけじゃないですか。もう今は国連という形でまとまってるから、まあ、言いやすい部分があって僕もすんなり言ってるんですけども、まあ、本音の部分でね、話しなかったらやっぱり伝わるものも伝わらないですから。でその日本はそのエネルギーの残存量問題について、その海軍力を縮小してくれって言われた時に縮小した場合自分たちが狙われたらどうしてくれるんですかと。もうその当時そんなねイギリスから助けに来れるかって言ったらまず無理なんですよ。何ヶ月かかると思います、到着するのに。だから日露戦争でそのロシア あのバルチック艦隊と呼ばれてた艦隊だったと思うんですけども、まあ、日本が買ってますけども、その当時確か石炭の動力炉だったような気がするんです。でいろんなところの拠点で石炭とかを補給しながら食料とかも含めてですよ。でその全ての日が天気がいいわけじゃないですから、天気の悪い日とか波で揺れるわけじゃないですか。だからもう到着した頃にはもう戦えるような状態じゃなかったんですよ、そのロシア その 兵隊さんたちも。だから今のアスリートの人たちみたいに白黒の写真とかで見たら体つき見たらまあ、ちょっと僕の体を映しますけども、まあこういうふうな普通の体なんですよ。特別がっしりしてるわけでもない。筋肉がついてるわけでもない。要するに、無理して来てたんですよ。だから昔のその、第一次世界大戦とかのその、まあ頃の状態とか、あと、まあ、まあ、日本は満州国とかいろいろ関わり合いを広げてしまったからああいうふうなところで、まあ、ロシアと何回も戦争してますから、だからまあそういうふうな形になってしまってるんでしょうけども、結局海軍力をその日本は自分たちがこう植民地支配されるんじゃないかという不安が日本にはあったと。で日本は相手が善意あってね、そのこの世界無理だと、
先進文明ずっと続けるの無理だと、ずっと掘っておかな、掘っていくしかなくなると、いずれ石油とか底をつけるぞと、これは無理であるということを多分腹割った話で言ってくれたんだと思うんですけども、聞いた方がそこまでの知識がなかったりだとか、その他の地域を侵略して、その石油とかもっと掘削すればいいとか、そういうような発想だったと思うんですよ。だから日本も同じように領土を広げようとしていって、だからそういうふうな矛盾とか、自分たちがもしその軍事力がなくなった時に、その奴隷制度が当時ありましたから、奴隷にされたらどうしようがあったから、多分その当時の日本人の人たちは逆の方向の生き方にどん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 間違えていったんだと思いますよ。素直に、あ、そうですねって、エネルギーの残存量問題的に無理ですよねって、そういうシンプルな話で世界中の人たちと話するんだったら、ある程度なら語学、まあなんとか覚えますお互いにっていうような形で、うん、だからそういうような形で物事を、進めたりだとか、だからまあ国際連盟からアメリカさんがこう参加しなかったのは、多分もういろんな国の人たちの言語とかが集まってきてるわけじゃないですか。そのただでさえスペイン、ポルトガル、イギリス、イタリアとかで、まあロシアも含めてなんですけども、言語は違うわけじゃないですか。それプラスアジアの国まで漢字とか、全然違う文字、アルファベットからかけ離れてる文字を見たときに、これ無理だわと。多分普通の人だったらみんなそう思うと思いますよ。真面目であればあるほど、自分がチャレンジしたことがあるから、これだけ頑張っても無理なんだったら、これ多分みんな頑張ってもこれ無理だと、こんな会議まとまるわけがないだったんだと思いますよ。それよりも自分の国のことを何とかしたかった、アメリカとしては。だってアメリカはもともと1700年ぐらいの頃にフランスからもポルトガルからもイギリスからもスペインからも、多分ロシアとかドイツの人たちも来てたと思いますよ、移住で、アメリカという国が、まあ、その後いろいろあって出来上がったわけじゃないですか。南北戦争とかいろいろあって奴隷解放側が勝利して、まあだけどもその日本が、逆の方向への生き方っていうものを、しすぎて、その、まあ実際ヨーロッパの国の人たちが東アジアの国まで領土を拡大していったわけじゃないですか。一部植民地支配だったとしたとしても、だけどもその話も後で誇張されてるような気がするんですよ。そのたかが1万人とかでね、軍人だったとしても、銃持ってたとしてもですよ、銃撃ったら弾どんどんなくなっていくんですから、戦車とかね、戦艦だって運ぶの大変ですし、戦艦なんか海の上でね、その戦いで役に立つものであって、例えば地上で10キロぐらい離れたところまで移動してしまえば、向こうの方から食料を分けてもらえませんかっていうことをね、言ってくるわけじゃないですか、戦わなかったとしても。だからまあいろいろ誇張された話っていうのが、まあ戦争の話にはあって、正しい本当にしてしまったこととかもあって、まあ大虐殺だとか、そのヒトラーのしたこととか、だからそういう本当の話も事実としてあって、もうもちろんね、お互いいろんな国で
人の殺し合いをしてしまったわけですから、それはもう人間の感覚としてもうまともな人間なんかほとんどいなかったと思いますよ。精神的にはいっぱいいっぱい。でまあね、国力が5倍ぐらい、ね、あるアメリカに向かって、日本は真珠湾攻撃という本当にわけのわかんないことを してしまったんですよね。いやだってロシアっていうね、ああいうふうな大国がね、ある程度攻めてきていて戦になってるのに、それプラスアメリカに戦争仕掛けるって、両方相手しなきゃならないって、まあもちろん日本とドイツとそのイタリアが同盟を組んでいて、そのドイツがロシアと戦争をしてるから、そのいやおうなしに、そのあの時どうでしたっけ、アメリカはヨーロッパの方に参戦してましたっけ、ヨーロッパの戦争の方に。だから国際連盟が一回崩壊した時に、あの時に日本は国際連盟から頑張ってね、脱退しないで残ってたらよかったと思うんですよ。で、日米野球でせっかく仲良くなったんだから、ちょっとアメリカさんもちょっと一緒に国際連盟しませんかっていうような話をね、すればよかったんだと思うんですよ。そしたらね、第二次世界大戦まで発展しなくて、逆に戦線が縮小していって、長い時間をかけてお互いの国民感情とか落ち着かせるようなことができていたと。それはまあ後の世代の方から見たら時の正解の方法だったわけなんですよ。まあ、その、宮崎駿監督のその、君はどう生きるかっていう作品と、ゴジラマイナス1、マイナス 1.0 に関して、両方ともアカデミー賞を受賞されたと聞いています。で、これは両方重要な話であって、その、今の現代時間では何が行われてるかって言ったら、もちろん戦争なんかしていません。テレビのフェイクニュースぐらいで。でそうじゃなくて、車をたくさんずっと作り続けることが大問題であって、みんな電車バスとこで移動できるのに、もうガソリンがこんなになくなってきてるのに、もうロシアなんか1万5000メートルもそこまで掘ってくれてるのに、本当はああいうふうなデータって後から上がってくるものですから、もうちょっと深くまで多分掘ってるんだと思います。だから秋田県なんか4000メートルって言われてますけども、4000メートルなんか言われてたの結構前ですよ。だからメタンハイドレートとかの採掘とか、ああいうふうなものってもう本当はもっと前から行ってたんじゃないんですか。そう、これだけ世界中で消費量増えたら、掘削地点を増やさなかったら追いつくわけないじゃないですか。年々消費量が上がっているわけであって、まあまあ石油の使い込み、車買ってしまったら意味もなく、一時流行ってた言葉はウィンドウショッピングといって、休みの日にあんまり意味もなく車に乗ってどっかに出かけて行ってしまう。ショッピングモールとかに買うものがなかったらショッピングモールなんか行く必要はないんですよ。だけどそこに行っちゃうんでしょう。だからその時点でどうかしてるといえばどうかしてるんですよ。だから車のガソリン車なんて販売じゃなくて生産を本当に停止。もう出回った後なんですよ。15億台も。
で、仕事でどうしても電車バスとかで行けない人だけが乗るだけにすれば、今所有されてる人たちの99%以上の人は車いらなかったっていうことに気がつくんですよ。もう今昼間なんか電車ガラガラですからね。だから、ほとんどのところがですよ。土日は別ですよ、土日祝日は。だから、まだ見てませんけども、君はどう生きるかっていうのは、もともとそのエネルギーの残存量問題とかがオープンになった時に、あなたはどう生きますかっていう答えを投げかけて、もちろんもう答えは出してますよ。僕のホームページは IKSK の利益の58番にどうするべきか。会社としても各個人としてもどう生きていくかっていうところで。答えは出てるんですけども、まあそれをソフトな形で、君はどう生きるのかっていうような形でのメッセージで、まあ作ってほしいと。まあ建物大解体時代だとか、あの東京都とかのあの、建てすぎてる大きなビルとかを見てもらったら分かる通り、12階建てのビルが小さく見えるんですよ。だからある意味、今の現実の世界に照らし合わせると、まあ第二次世界大戦は終わり、だいぶ前に終わりましたから、大きなビル、30階建て以上のビルとかがゴジラなんじゃないですかって。それを消費させるのに、その解体するときに消費するそのガソリンの量とか、もちろん運搬とかいろいろしなきゃならないですよ。中から金属とか取り出して、鉄鋼とか、リサイクルしなきゃならないですから。それどれだけ大変なことか考えてみたことありますかっていうことなんですよ。それなりに書いてもいないのに、まだビル作り続けてるんですよ。神戸の方でも。高さ制限かけてもそこまでにしたらいいんですよ。エレベーターつけたらつけたで、エレベーターが動いたらエネルギー、電力たくさん消費されるんですから。だいたい30階建て超えのエレベーター、建物でエレベーターの数が6基以上ついてるところ、人の出入りが激しい、まあ商業施設とか、いろんなあの事務所とか入っていて、人がこう、すぐにね、現れて、こう、エレベーターに乗ったりする。もう6機もついてるわけですから、ずっと人が出入りしてるわけじゃないですか。そしたら、その、電気代だけで年間奥行ったりしてるところあると思います。それだけ一つのビルだけで大量のエネルギーを消費されてるっていうことなんですよ。こんな社会持つわけないんですよ。ずっと人口は減っていってるんだから、建物が小さくなっていかなきゃおかしい。だ今作ってる建物が正解があるとすれば、それはエレベーターのない建物だけなんですよ。エスカレーターも。で、建築業界の人たちがね、仕事欲しいんだったら、今だったらこの間撮影しに行った私の方で、能登半島へ行って、被災地のその解体しなきゃならない建物とか解体してあげたいんですよ。で、あとは仮設住宅作ってあげて。で、その、住むところがあるないの話とかですから、あとはまあか、あの、する仕事といったら、薪ストーブを学校に、小中学校に設置して、まあ、場所によってはかまど発電。まあ、先々を見通してですよ。まあ、高校生以上で運動部のあるところ、の高校大学とかで、ある程度山の中はかまど発電十分にできます。基本的に家屋を解体したら木材は出てくるし、普段の生活で、まあこういうふうな、印刷物とかもそうですし、家の中に投函される、まあ紙類とかもそうですし、半年間、その周りの近隣で住んでる人たち全員が集めてきてた分で、あと燃えるゴミでね、それ全部集めたら、あと山の中とか入ったら、すぐに倒木とかいっぱいありますよ。折れてる枝とか、カラカラに乾いてる茶色くなってる草とか、ああいったものを、ハサミでも何でもいいじゃないですか。
ノコギリでも。まあ、大体草なんかはハサミで十分だと思いますよ。ちょんって切って、集めていったらいいわけじゃないですか。それが、ね、マッチつけた時に種火になって火つきやすいですから。そこから、落ちてる薪とかに火が、ね、つけていって。まあ、カラカラに乾いた松ぼっくりとかもそうですけども。だからそういうふうなことを仕事にしてもらって、薪ストーブとかかまど発電の設置。だからそこは行政と連携しなければならない。本当に、この市何人生まれてきてるんですかって、毎年って。じゃあ多分、ここの小学校何年ぐらいになったらなくなりますよねとか、そういうことが分かるわけじゃないですか。あと、まあ、建築基準としてもうボロボロになってるから、まあ、こっちの新しい方に、まあ、最終的には移行するだろうとか。そしたらその移行先のところからでも先にそういうものを設置していったらいいわけじゃないですか。いきなり全部は全部無理なんですから。小学校の数が、まあ、2万校あるかどうかじゃないですか。で、中学校は、どれぐらいでしたっけ ?1 万校ぐらいですかね。で、高校が、定時制と一般的な高校、両方合わせて、もう5500ないんじゃないですか。もういくつか、まあ私の知ってる範囲でも、神戸市北区の、もともと商業高校とかは建物解体してるところは、ここ、まあ、1年以内で見ました。だからなぜ売れもしないのに高いビル作ってるんですかって。だ建築業界の人たちが、会議で何を話さなきゃならないのか、何を見なきゃならないのかって言ったらもう僕の動画なんですよ。それで覚えてもらうしかない。あとは58番とか見てもらって。あ、これが仕事だったんだって。解体しなきゃならない建物がいっぱいあって、さらにそこに生ゴミの貯蔵庫を作って、そこでメタンガスを発生させる。そして抽出器を横につけておくと。っていうことは、老朽化して解体しなきゃならない建物を解体して、一旦木材はそこに置いておいて。で、薪ストーブとか、かまど発電が出来上がってから、その近隣の学校に手で持って運んでいったらいいんですよ。担いだりとかで。ガソリン使わないで。できますよ、簡単に。何回か往復したらいいだけなんですから。数人で行うんでしょ?近くの学校でしょ?だいたい歩いて15分ぐらいですよ。近いところだったらもう5分以内だと思いますよ。いくらでもそれはできるでしょ?と、まあ、ちょっと建設業界の人たちへの話、だいぶ、変わってしまったんですけども、まあ、あとは、君はどう生きるかっていうところの映画を見させていただいて、またコメントを述べさせていただきたいなとは思うんですけども、ゴジラマイナス 1.0 の皆さん、素晴らしい作品を作っていただきまして、ありがとうございました。それと、あとは、まあ、一般人の方と、あと、スタッフの人とか関係者の人たちで知らない人へ向けてのメッセージなんですけども、なぜマイナス 1.0 って記載されてるかって言ったら、ゴジラとしての作品がちょうど30だったんですね。で、ミスター阪神タイガースの、加計夫さんの背番号31があるから、本当は31作目だったんじゃないのかと。そういう部分があるから、多分マイナス1っていう数字をつけてくれたんだと思いますよ。ニューヨークヤンキースへ行った松井秀喜さん。読売ジャイアン、元読売ジャイアンツの。通算本塁打数、本塁打数が1シーズン。最高31本。坂本勇人という選手は兵庫県出身の人なんですよね。で、彼は
31歳で2000本安打を達成してるんです。だその31にまつわる話っていうのはいっぱいあって、まあイチローさんの背番号の51番の話もそうですし、だからまあそういうふうなことまで全ての話がつながっていったときに、世の中の人たちが、その粟井圭介という存在と、なぜ多くの人たちが協力してくれたかっていうところを理解してもらったら、誰かがエネルギーの残存量問題で、みんな電車バス等だよっていう社会に切り替えるしかない。変えていくしかない。じゃあ世界的に、そのメッセージ性のある人間が、世界に現れるしかない。だから協力してくれたんだと思いますよ。普通の人間だったらこの手の問題はすぐに諦めます。自分には無理だって。はっきり言えることは、私は諦めてないです。ありとあらゆる方法をずっと考えていて、いろんな答えっていうのを現在世間に公表しています。随分前から。まあ、だから河川水門回式玉発電とかは今、26年も経過して全くできてない時点で、ね、余計な建築物を作ってでしょ？万博とか。ああ、高額所得者の人たちとかはね、特に自民党さんが一番日本だった大きな党だったわけじゃないですか。自民党さんが僕とね、契約書交わして、お金一旦貸しますっていうような形にして、特許申請差し上げたらよかったんですよ。弁理士さんとか弁護士さん雇わなきゃなんないですから。だからそれ、やっぱり100万ぐらいはいるんじゃないですか？特許申請料だけで20万ぐらいいりますか？ 10 年もので。だから交通費とか込みでいろいろ考えますと。だから、そこの特許から、発生した、お金で、そのお金返済してくれたらいいからと。それを富裕層の人たちがしてくれたらよかったんですよ。そしたらもう今頃世界中に、ほとんどの河川に、河川水門回式玉発電できてますよ。で、車の生産量もこんなに増えてなかった。だから、エネルギーの損失で考えたら、石油とか、プラスマイナスも全然変わっていて、消費量が、桁が多分変わってたんじゃないですか、今頃。ガソリンの消費量。もう今頃多分10分の1か、それ以下になってたと思いますよ、現在表記の。ガスについては難しいですね。さっき言った、生ゴミの貯蔵庫からの、メタンガスの抽出。だからまあ田舎の方だったら、牛糞とかあるわけだし、まあ都会だったら、まあ、競走馬とかもそうですし、あとは下水処理場からの汚泥があるわけですから、まあそういったものをブレンドすることによって、早く発酵するとか、メタンガスが早く発生するとか言われてますけども、なしでも一応発酵は、そのメタンガスは発生するんですよね。まあ、もし必要なんだったら同じように容器に入れたらいいだけの話だし。だそれはもう今頃10万、日本全国に10万箇所ぐらい出来上がっていて、日本は独自に自分たちの、日々の、生ゴミをそこに捨てていくことによって、生産と消費をかなり逆転していましたと。その日本だけじゃなくて、26年前から行ってた、今頃も世界中それが出来上がってたんじゃないですか。それで建設業の人たちの仕事がいっぱいになってたから、余計なビルとか建てられなくて済んでいた。っていうことになってくるんですよ。まあ、この失われた26年間っていうものは、
全人類の先々の先進文明の時間をもしかしたら1000年分ぐらい奪っていたかもしれないですし、500年分だったかもしれません、100年分だったかもしれません。だからガソリンの消費量が世界中で見たときに完全に一桁変わってたぐらいのところまで行ったら、もう一桁下げるところまでそう時間かからないと思いますよ。社会全体の勢いがそうなりますから。というわけで、ちょっと話長くなりましたけども、ゴジラマイナスワンを作っていただきました皆さん、ご協力ありがとうございました。そしてあと、山崎隆さんという形のお名前で、まあ、テレビに出てらっしゃいますが、まあ、本名なのか、偽名なのかちょっとよくわかんないんですけども、以前その三橋という名前で、太陽光パネルのリサイクル工場の撮影に行かれてたわけじゃないですか。で、その動画は別の人の映像にまた変わってるんですよ。太陽光パネルの。何回かアクセスしてるんですけども、もう変わった後ですね。だからそういうふうな形で、動いてる社会も、もう本名だけの社会に、直さなければならない。顔なんか一晩寝たら治るんですから、まあ、だけども、もちろん見ていて悲しみとかはありましたけども、まあ、見てよかったなって思いましたね。そこが本当の意味まで世界に普及したら、まあ、もっと大きな評価は得られるでしょうし、僕たちがしようとしていたことっていうのが、理解していただけるということになると思います。それをもう一度新しい世代の人たちの、まあ、強いてマクロンさんの声で聞かされたんですけども、フランスの大統領の僕と同い年の方なんですよ。その人も電波の方法だと思うんですけども、神戸市兵庫区の港川の方の商店街、大英近く、のところで多分向こうから声かけてきた人だと思うんですよ。そのあたりで海外のね、その後政府上層部か、もしくはその当時からある程度の世界の政府上層部だった人たちが何も声かけてる地点でもあるんですよ。なかなかそこ行くことないんですけども、まあ、多分1998年にフルーツラパークで会ってたんだと思いますよ。ある程度話したとか、まあ、代理人を立てたとか、その翻訳の部分で、僕は英語の方が唐っきしの方ですから、ちょっとまあ電波で聞こえてきた声に関してまあ、説明っていうのをしとこうと思いましたので、話長くなってしまいましたけど、ゴジラマイナスワンの皆さん、お疲れ様でした。まあ、あと、まあ、その次の作品に関して、もし何か私からのリクエストがあれば、一応その新海誠監督の方にはだいぶ前から、その大解体時代だとか、エネルギーの残存量問題だとか、もっとはっきりした内容でもうアニメ映画作ってしまいましょうと。仮にそれが3部作でも5部作でもいいと思うんですよ。現実と照らし合わせてですよ。それしたら、みんなが自然と言うわけじゃないですか。老朽化した建物を解体して、そこに、その生ゴミとかをね、その投棄して、
メタンガスを発生させる装置、なぜ建築業界の人たちはビルばっかり作ってそれを作らないんだって、売れるわけがないビルを作ってって、買い手がなかなかつかないって、人口だってこんなこれだけしかいないんですからって、少子化なんか僕は生まれてくる前からずっと始まってるのに。だからそういう内容を、まあ、新海誠監督の方で表現してほしいって言ってるのと、まあ、次ゴジラの続編、まあ、もう次何か作られてるかもしれませんけども、いっぱいいろんなこと言ってるんですよ。まあ、これ一般人方へのメッセージなんですけども、もともとその新ゴジラの内容とかその大枠の脚本のところを僕の方が提案して、で、まあ、庵野監督に作ってもらって、でアニメの方も、まあ、ダレストルさんのところのこの作品は評価高いって聞いてますから、まあ、実際アニメの方はしっかり見てなかったんですけども、僕もちょっと忙しいですから、もうちょっとその人に、そのチーム、スタッフの人たちで描いてもらいましょうっていうことで、まあ、アニメの方もそのシナリオとか新しい発想っていうのところでは、うん、すごく良い内容のものができてますね。もともと神戸市兵庫区に住んでた人間、僕関係の人間が、まあ、僕と話していた時の内容で構成されている部分もあるなっていうのは見ていて気がついています。まあ、あんまり話つなげると、ワンピースというアニメのそのドクターメガパンク、そのお互いに考えてる意思を電波でつなげるっていうシステムは現実に今あるテレビとかのことですね。だからそういうふうな部分とかも影響あって作品作られてるのかどうかとかも、まあ聞いてみたいなとは思いますね。以前も言ったと思いますが、たまに言わなかったらやっぱり忘れてしまうじゃないですか。ゴジラのその続編でまだ何か新しいアイデアがないんだったとするのであれば、次ゴジラが戦う相手、建築業界とずっと自然再生可能エネルギーの河川水門化衛式ダム発電とか、かまど発電だとか、そのメタンガスを抽出するようなところを作らない建設業界と議員、そこを事件化するような形で描くんですよ。国会議員のこの人の正体はもともと建設業界の人だった、町づくり課の公務員の人だった、そういう人が知事市長になったり国会議員とかになっていた、そういう話でね、大枠のところは構成して、だからまあゴジラと、人間が戦うというよりも、まあゴジラマイナスワンで表現されていた原爆は今の時代でいうと原発であって、そこはそのもうゴジラの真相の部分で、そのコロナウイルスの件とかの話とかとこう、まあ、どれぐらいつなげるかっていうところは、まあ、不透明な部分はあるかとは思うんですけども、化学業界、医療業界とかのその薬品、マッドな薬品とかを作ってた連中の、まあ、分かりやすく言うとですよ、そういったものたちの薬品によって人間が変貌してしまったものがゴジラであって、自然再生可能エネルギーを頑張ってなかったからゴジラが暴れていた、で人間が頑張り始めたらゴジラは自分から海へ帰っていった、これでいいんじゃないですか次のゴジラは。まあその間に今何か作られてるゴジラ関係の作品があるとするのであればですよ、まあ今の作品に関してはアメリカのそのキングコングと組んでそのいろいろ暴れ回ってる方も、そっちもね同じような形でさっき言った内容で作った方が分かりやすいじゃないですか、みんなが。あと新海誠監督も今しなきゃなんないのはこれだって、
僕からしたら、ね、あの航空機でその何でしょう、石油使われたら困るから、新幹線とかリニアモーターカーを安倍晋三さんにもうこれは親書を書いてでも進めていくものだっていうことで、もう安倍さんだってもう親書を持って行って目の前にね、オバマさんと対面した時にもう冷や汗で書いてるんですよ。もう汗だらーって流れてきて、それで親書を渡してるんですよ。これ先に河川水門開閉式ダム発電とか追いつかなかったらどうしようの話もあるわけじゃないですか。電力で動くものですから。だけどもそれもオバマさんに受け入れてもらって、片山トランプさんには北朝鮮と韓国のムン・ジェイン大統領とキム・ジョンウンさんの首脳会談とか、もちろん習近平大統領とかプーチンさんとかもバックアップしてくれたんですよ。こういう素晴らしい話をね、あの全然表立って出てきてなくて、ごめんなさいね、もうちょっとこの時間帯ですけど、まだ メジャーリーグで試合してるかもしれませんけども、しっていう大谷翔平からの声聞こえてきましたけども、これもしもう笑っていてもね、言うべきだと思うんですよ。もう51本ですし、世界のイチローさん、僕はゴジラだったことにします。本当に精子の生産されなくなる薬飲まされて、自然再生可能にいつまでたっても頑張らなかったから。ただしそのパターンでのゴジラは絶対人を殺さない、巻き込まないで描くと。それでいいんじゃないですか。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの方にハワイさんの動画見ておいた方がいいよと言っていただけると幸いです。私はまだ諦めてません。以上です。